梅高志神、梅高志神下遊五年四月二十五日は、中国北総中期の詩人で、官僚政治家。字は、西祐。先週宛両県の人。その出身地から梅宛良、宛両先生とも呼ばれる。またその最終の官名が、少書都官員威老であったため、梅都館と呼ばれる。その詩風は、宗師の基礎を作った。皆平成五年、梅譲るの、 おそらく諸子として生まれる。母の名は、田橋と長子の二つが伝わっている。梅家は、代々官僚とは無縁の家柄だったが、叔父の梅淳が、例外的に、官吟持続学士という高官についていた。13歳になると、その梅淳のもとで私文を学んだと思われる。26歳、大使品格者等の娘と結婚する。 宗代のような世襲貴族が存在しない宗代にあって、官僚政治家を輩出する各家は、婚姻による結びつきにより、新たに名族を作り出しつつあった。社家は、王陽治む、王安石、皇帝権などとつながる名家であり、社氏と結婚した梅隆信の前途は揚々かと思われた。しかし梅隆信は過去に急大することなく、29歳の突起。 梅純の功績にあやかる秀子という制度によって、関東に着いた。宋代の官僚人用制度の基本は過挙であり、イレギュラーな秀子を官僚のスタートとして選んだ、梅高志の官僚人生は、その出世のスピードが妻に鮎魚が竹竿を登るようにまどろっこしいと、嘆かせるほど不遇で、生涯貧困を余儀なくされる。役職としてまず太病採老につき、 ほどなく霧条件の守護を経て、三十歳の時カナンの守護に転じた。そこで、落葉留守で、当時の文壇の重鎮であったゼ銭おもんに、縁に司祭を激賞され、その紹介で、多くの文人、詩人と知り合う。生涯の親友であり、文学の同志であり、パトロンともなった、王洋修ともこの時出会う。さらに、家用主母特許権の権令、権徳権、 上場圏の知見、呉れの関税官など地方官を転々としたが、喜び歴4年7月7日、43歳の時、呉れ関税官を全うして、と弁慶に帰る途中、こういうの船の中で、妻、社子を亡くし、同月のうちに振りで、次男重々をも失う。この一大事が、その施策に、新たな作風を与えることとなる。2年後に、都会員ウイロー。 井の娘と再婚した。その後も、ただたけ節度法眼、鎮安軍節度法眼など地方官を務め、こう、有元年には父、梅ゆずるの死による服務などがあり、低い官位のままで生活は苦しかったが、喜び歴8年に、国史博士、公有3年に、同心士出身を賜り、退場博士になった。 真氏は、家居の中でも最も尊ばれたコースであり、これにより50歳にして、ようやく、梅隆氏真の未来も大きく開けたかに見えた。一旦、衛清掃の監督に転じ、母田橋のもに服した後、下遊2年、王陽治村の推薦によって、中央での官である国古官自家公になり、翌年、家居の地公居となった王陽治の下で、少子官となった。 この時、旧大した者の中には、祖職、祖鉄兄弟、宗教がいる。開遊5年、少書とんでんしんういろ行部都官員ういろに至ったが、4月17日、当時、ケイに流行した薬病に倒れ、同月25日、59歳で亡くなった。この時在住していた弁慶上等の要望は、庶民が住む下町で、大官がシャバを連ねて、長門に訪れるのを見て、 近所の人々が驚いたと、王洋治による母子名が伝えている。長男に、梅蔵、溶接した、次男十十、他女子二名がいた。死を作るにあたって、梅高志心は、平坦を胸とした。これは、万頭から流行していた、西根体の、華麗な表現に主眼を置きすぎ難解になりがちな、詩風に反対するものである。また身近なことを題材に死を読んだのも、 特徴の一つである。例えば、犬猫から灰やミミズなどの小動物、農具など生活に身近なものを読んだりと、今まで誰も用いなかったようなものを題材とする詩が多く、何でもかんでも詩にしてしまったという具合である。さらにそれらの題材に固くして、詩の中である事物に対する議論が行われている。また地方館ずとめが長かったため、 世の矛盾に対して辛辣な批判を述べる社会派の詩も多い。このような梅高志神の詩風は噛めば噛むほど味が出ると評されたが、その平坦さゆえに派手さがなくわかりにくいなどの批判がある。そのためか監詩にある種の優美さを求める日本の読者にはあまり人気がない。宋大詩の系列では、蘇春金とともに蘇梅と併称されている。 ISBN 978から48億6182万2698ありがとうございます。